はい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 。ジャイアンツの明るい未来というか、未来にもすごくいい選手というか、今後引っ張っていくような選手が、すごく育成されてるんじゃないかなっていうふうに思っております。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ、巨人のね、若手選手というか、非常に、いい選手が育ってきているんじゃないのみたいなところをね、一緒にお話していきたいなというふうに思っています。はい、まあ、今日、本題入る前ですね、まずね、僕、ちょっとね、チャンネル登録数5万人。500人違うよ。5万人をね、目指しておりますんで、まだの方いらっしゃいましたらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと本題入っていきますけども、まあなんでそもそも今日こういう話しようかっていうふうに思ったかというと、昨日、昨日の試合ですね、ジャイアンツが、まあ優勝して、で、広島から、神宮にね、遠征というか移動してっていうゲームがあったと思うんですけど、まあ結果から言うとですね、まあ4対5というところでサヨナラ負けをしたんですね。まあ、ジャイアンツファンからしたらですね、おい、サヨナラ負けかよと、お前優勝、したもののね、お前しっかりやれよとか思ってる人いるかもしれないですけど、まあちょっと皆さん冷静に聞いてください。あのね、その試合やっぱり、まあ優勝が決まってるんで、若手の選手をね、たくさん起用したんですね。で、別にジャイアンツだけじゃなくて、まあ、今までもそうでしたけども、まあ優勝が決まったチームというのは、まあ次の試合とかで、まあビールかけとかしてたんで結構ね、まあどんちゃん騒ぎした後なんで、結構若手の選手を起用するっていうのはね、大体そういう感じなんですよ。巨人だけじゃなくて、去年の阪神だってそうだったと思うし、今までもね、大体そうなんですよね。で、昨日、まあ僕、試合解説の方でも言いましたけども、特にですね、まあ西舘投手とか、まあ中山選手とか、僕は山瀬捕手なんかもね、非常にこう、力つけてる、なというか、非常に、まあ主力という、例えば大きな壁がありますよね。そこに隠れてるというかね、そこにまだ力は及ばないかもしれないけども、非常にね、やっぱりこう、鍛錬をしてきてるというか、まあ二軍でもそうですけども、しっかり、やってるなっていう風なところ印象がありましたんで、今日ね、これをお話ししようかなって、こういう話題をお話ししようかなと思ってますと。で、今挙げた3人の選手ですけども、まあ非常にね、良かったんですね、昨日の試合で。はい。というのも、まあ西田投手で言ったら3回、3イニング投げまして、6奪三振ね、6個三振取ってるんですね。で、山瀬捕手もですね、キャッチャーで、まあ、試合にはまあ負けてしまいましたけども、まあ、打撃の方でも2安打打ってますし、まあ、振る舞いであったりとか、いろんなとこ見てても、まあ、落ち着きがあるなっていうふうに思いました。で、中山選手に関しては、まあ、昨日吉川選手がね、まあ、今までね、ちょっと肋骨をちょっと骨折してて、この間ね、デッドボールで、こう、パーンって避けた時に、自分の手をついて、こう、あばら、バーンって打ったみたいで、肋骨を打ったみたいで、で、自分の肘からなんかどっかで打ったみたいで、で、それが骨折してるみたいなんでね、痛み止めね、座薬とか入れて、上からもこう、痛み止め飲んで、ずっとね、試合出場してて、で、それでね、この間4安打とか打ってるわけですよ。素晴らしいなというか、すごいなというふうに思うんですけど、まあそういった形もあって、まあ中山選手もね、非常に、まあ出てました、昨日ね。1打席目にね、吉川選手が代打で送られたんで、そっから3打席経って、3打数3安打っていうところで、めちゃくちゃ打ってるんですね。で、ちょっと具体的なところを見ていくと、まず西田投手なんですけど、まあ、はっきり言って、西田投手って、まあ、変化球が結構問題あったんですね。まあ、コントロールとか、もまあ、細かいところっていっぱいあるんだけど、変化球がほとんど速いボールしかなかったんですね。カットボールというところ、まあ、まっすぐとカットみたいな感じだったんですよ、ほとんどね。だけども、昨日のベンチ見てると、カーブという球種をめちゃくちゃうまく使ってるのと、あと、スライダーも覚えてるんですね。スライダーもちょっとこう、縦割れ系の、ちょっとこう、カーブってこういう感じですよね。ドローンって感じですけども、その軌道に近いぐらいの、まあ、パワーカーブみたいな感じで、ギュッて125、6ぐらいで曲げてるようなスライダーもあったんですね。っていうところで、バッターが非常に今までの印象あるじゃないですか。まっすぐカットだよって。西舘はまっすぐカット。だから速いボール待っといたら、まあなんとかなるでしょって。フォークをケアしといたらなんとかなるでしょっていうところだったんですけど、そこにカーブと、130キロ弱ぐらいのスライダーが加わったことで、めちゃくちゃバッターで、ね、戸惑ってるんですね。で、もともとストレートいいじゃないですか。っていうところで、
その変化球、緩急のある変化球もそうですし、その後に152、3ぐらいのまっすぐドーンってくるわけですから、なかなかね、バッターとしたら難しいなっていう。うん。だから一個遅いボールとかっていうのを使えると、バッターって待たなければいけないボールの速さの幅が広がるんですね。だから先ほどで言ったら、140キロ、から150キロ、153キロまでのボールを大体ケアしとけばよかったんですよ。まっすぐカットが多いからね。だけども、カーブという球種とかスライダーという球種が増えることによって、125キロから153キロまでをマークしないといけないっていう形になるんですね。バッターからすれば。だとすると、非常にいきなり速いボールを投げられたりとか、遅いボールを投げられた際に、めちゃくちゃ難しくなるわけですよ。うん、それ意味わかりますよね。うん。速いボールだけ待っといたらいいっていう感じじゃなくて、あれこれ遅いボールもあんのかよって。で、その後に速いボール、うわ、きついなっていう風になっていくんで、だから、非常に昨日ね、3回投げて6奪三振っていうところを取れてったんじゃないかなって僕思うんですね。で、次、山瀬選手ですけども、山瀬選手もですね、まあ2軍で、まあ主に2軍を主戦場としてね、試合出場してるわけですけども、まあ非常に、まあ成長してきると。で、昨日ね、僕ね、まあ一応僕キャッチャーなんで、キャッチャーのことをお話ししますけど、まあ落ち着きがね、あったっていうふうなことを言いました。で、先発もグリフィンだったんですね。で、グリフィンってまあね、ローテーションを守ってるようなね、素晴らしいピッチャーだと思うんですけども、そのピッチャーに対してもですね、しっかりジェスチャーもしてましたし、サインもはっきり出してましたしね。で、声かけなんかもしてるようなところをね、テレビでも見てましたんで、非常にね、結果云々っていうよりも、やっぱりね、キャッチャーが、やっぱり扇の絡みで、まあ、守備におけるね、監督なんてことを言われてますから、そこでね、やっぱり自信のないサインの出し方であったりとか、まあ、ジェスチャーもそうですし、まあ、安倍監督言ってましたよね、シーズン序盤ね、振る舞いを勉強してほしいとかね、大城さんに言ってたこともありますけども、やはりね、まあ、結果大事ですよ。結果もちろん大事ですけども、やっぱり、それだけの準備をして、しっかりした準備で自信を持って声をかけたりとか振る舞いをするっていうのは結構大事なんですね。やっぱりみんな見てるから。キャッチャーって一人だけあのね方向が別じゃないですか。向いてる方向ね、みんなの方向を向いてこう指示をしたりとかいろいろねやったりするわけですから、その振る舞いというところってめちゃくちゃ大事なんですね。やっぱりこのキャッチャーの不安なところってみんなに伝わるんですね。本当に伝染するんですね。で、僕もよく言われました。二軍でね、初めて試合出た時とかも、やっぱりこう、自信ないように見えると。バッテリーコーチの方にね。だからもうお前の思い切って、やったらいいっていうふうにも言われましたし、やっぱりね、その不安とかってベンチにも伝わるし、その野手にも伝わるんでね、まあ、自信がなかったとしても、まあ、自信あった方がいいよ。自信が あった方がいいんだけど、自信がなくても、自信があるように振る舞いをするっていうのは、非常にね、守備におけるというかね、監督なんで、非常に大事なところ、なんですね。はい。で、それで、まあ、しっかりね、まあ、結果もね、自分で、まあ、ヒットも打ってましたし、まあ、サンタナにね、ちょっとやられたなっていう感じはありましたけども、それもね、まあ、経験だと思うので、キャッチャーなんてなかなかね、皆さんも分かってらっしゃると思うけど、やっぱりこう、1年、例えば高卒1年目からね、バリバリやるみたいな人って、なかなか今いないわけですよ。この長い歴史を見てもね、銀さんとか、まあ、いますけども、でもそんなね、ほとんどいないわけです。大体やっぱりこう、いろいろ経験をしてきて、いろいろ自分で考えてやってきて、まあ、5年、6年、7年ぐらいやって、やっとこうね、芽が出てくるみたいな人ってすごく多いと思うんですけど、キャッチャーにおいてはね。やっぱりだからそれぐらい経験が大事なポジションなんで、今年ね、初スタメンかやったかもしれないですけどもね、非常にね、ああいう落ち着きがあったりとか、まあ、配球に関しても非常にね、バッターを見ながらね、やってるなっていうところを感じましたんで、非常にね、今ね、大城さんであったりとか、小林選手であったりとか、岸田選手がね、すごく素晴らしいキャッチャー揃ってますけども、その後にもね、まあ、北選手なんかもそうですけども、非常に素晴らしいキャッチャーがね、揃ってるなっていうふうに、昨日思いました。で、最後に中山選手ですけども、中山選手ね、ほんとバッティングいいね。本当にバッティングいいね。あのね、何がいいって、あんだけね、初球から振りに行けるっていうところがすごくいいと思うんですね。アグレッシブというかね、まあ若手らしいっていうところもそうなんだけども、やはりね、初球をあんだけフルスイングというか強く振れるっていうのは、やはりネクストでやっぱり打席を、タイミングを合わせてたりとか、もっと
っとさ、もっと前のことを言えば、このピッチャーってどういう球種投げるんだろうとか、ベンチの中から、例えばね、データを見たりとか、もしかしたら前の日から、前の日か、それは分からないけど、しっかりデータを見て、自分だったらこういうふうに、しっかり、この狙い球を振っていくなとかいう頭の準備もできてるから、やっぱりこう初球をね、あんだけ振りに行けるんだろうし、初球のファーストストライクのボールに対してあんだけコンタクトできてると思うんですね。まあ調子の良さとかもあるかもしれないけども、だから中山選手がね、こうまあ守備でね、ちょっとこう制裁を変えたりとかして、なかなかねこの守備じゃ一軍に置いとけないっていう風なことをね言われたりした時もあったかもしれないですけども、でもね、まあそれをね乗り越えてね、やっぱりこう守備もやってきたと思うし、昨日もねサードでね、いろんなポジション守りましたけども、しっかりね無難にさばいてましたし、でもやっぱりな、一番のポジ、彼のねストロングポイントっていうのは打撃というかね、ミート力であったりとか、そういうコンタクトであったりとか、その打撃センスのところだと思うので、そういったところで非常にね、ああいう間合いを使いながらというか、足をこうすり足というか、こうファーってこう間合いを取りながらね打つ、あの打ち方も僕好きですし、あの初球からあんだけ振っていける準備ができている、あの姿勢というのは非常に素晴らしいなというふうに思いました。はい、てな感じでね、今日ね若手の選手すごいなっていうところをねお話してきましたけども、まあファームにでもですね、ティマ選手であったりとか、ピッチャーでもね非常にこう躍動するピッチャ ーいますからね、結果出し続けてるピッチャーもいますから、まあ CS ね、まあ安倍監督のコメントもありましたけども、本当にいい選手を、ファームで頑張ってる選手もいるんで、本当に状態のいい選手をこうベンチに入れていきたいっていう風なねコメントもあったので、そういったところで本当にね2軍にいる選手であったりとか、昨日ね、出場してた選手なんかはね本当にモチベーションというか、気持ちを切らさずにね本当にね、大切な場面で起用されることだってあると思うので、安倍監督だったらね、ですからね、非常にいい才能、いいタレントを持ってますからね、非常に頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はねポジティブな話題を取り上げていきました。最後になりますけども、チャンネル登録5万人目指しておりますんで、ぜひねチャンネル登録、高評価ボタン、通知のボタンなんかもね、押していただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はお会いできます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお会いできます。じゃあね、バイバイ。